今週もくんごぼんごをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。手違いにより2週続けてのリクエスト特集となりましたが、いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。今日は番組内でね、全部メール読み切れたんだぜなんて言ったんだけど、駆け込みできたので読み切れませんでしたね。あと読み切れなかったのと、あとダークネス勇気のメールさあ、曲に乗っけてやると聞き取りづらいよね。だからそれもう一回読むわな。ダークネスサービス、どんだけダークネス推しなんだって話です。まずはな、ファンファンさんのメールあります。ファンファンさんの、あ、読んだかった。違うっす。んで、どうしたの。ファンファンさんのメール。うん、ファンファンさんのメール。ファンファンさんのメール、え、読んだでしょ。あるよ、ここに。はい、うん、はい。何何、ああ、なるほど。ああ、見落としてたね、2枚目をね。じゃあ、あったよ、あったよ。ファンファンさんのメールから行こう。でも何の話かよく分かんなくなっちゃうから、ファンファンさんのも読むね。ラジオネーム、ファンファン、影の実行部隊、小諸市のファンファンライダー2号、まだ56歳。今日もいい曲期待してます。ウェイ、いかがでしたか。楽しんでもらえましたかね。今日リクエスト特集だから俺選んでないけどさ。FM サブダイラをお聞きの皆さん、くんごさんお元気ですか。今日もよろしくお願いします。名前の由来ね、ファンファンさんの名前の由来。一発で人柄がイメージできる名前にしたはったと。影の実行部隊。彼の自己舞台、これは彼のダンポヤジボーイさんが勝手に追加したいいじゃない。小諸市の、これは住んでるところ、ファンファン、楽しいイメージが欲しかったの。じゃあファンファン、ファンファン大佐ってあった、あれホワンホワン大佐だっけ、ファンファン大佐だっけ岡田真澄さんね。ファンファンね。ライダーはバイク好きっていう、若かりし頃はバイクと地図があれば何もいらなかった。いいか、バイクと地図があれば何もいらなかったって、そんな素敵なこと言える人いないよ。だってご飯も食べなくていいんだもん、酒も飲まなくてもいいんだよ。バイクと地図さえあれば何もいらなかった。かっこいいね。2号、ファンファン1号が奥様なので、ファンファンさんは2号ということで。まだっていうのは、いくつになってもまだまだなのよ。で、56歳、実年齢サバ読んでません。影の実行部隊、小諸市のファンファンライダー2号、まだ56歳。誰がラジオネームをかけと言ったのかって、サーセン、おなまたちょろー、ダークネスユキさんの向こうを張ってて、おなまたちょろー、これでいいか、これが欲しかったのか。そうか、いいよいいよ、長海くん気が利くね。ありがとうございます。ファンファンさん、また送ってね。ラジオネーム信じ、ちょっと遅かったぞ。くんこさん、お疲れ様でございます。最後お疲れ様でございます。名前の由来ですが、羽ばたく、羽ばたく小という感じですが、当時一番名付けられた名前でした。羽ばたくようにという意味を込めて名付けられたそうです。ちなみに私の好きな名前は、ある映画の主人公の名前、かけるです。漢字だとやっぱ羽ばたく小。ごめん、これはどの映画知ってる、知らない、俺も知らない、ごめん。小よりかけるの方が良い響きが気がします。くんごさんは小とかけるどっち。分かんないな、分かんない。小とかける、じゃあかけるかな。いや、分かんないよ、そんなどっちって言われても、醤油かけるみたいな感じだよね。信じ、ありがとうございます。さあ、では本日最後のメールでございます。読みますか。ラジオネーム、ダークネスユウキ、師匠こんばんは。絶賛引きこもり継続中の弟子でございます。諸事情により休みが3日延長されました。だからどうということはないんですが、さてどうなることやら。今日のテーマは名前の由来ですか。ダークネス、
ダークネスって言い出したきっかけなんでしたっけね。もう忘れてしまいました。それでは今日はこの辺で闇に落ちるのだドローンバカというわけでリクエスト2週にわたってお届けしました。皆様楽しんでいただけましたでしょうか、ね。メールもいっぱい、ツイッターもいっぱい、ね。メールからラジオネームダークネスユキありがとう、シンジありがとう、影の実行部隊小諸市のファンファンライダー2号また56歳ありがとう、ニコニコニコありがとう、コージーベックルありがとう、チャカチャカちゃんありがとう、コージーベックルがこれもねいっぱいありがとうね、静岡のケンさんありがとう、ヤッコさんありがとう、ヤッコさん、ヤッコさんが随時送ってきてくれたの、ちょっと待って湿り気がたい、あのさあれ、手洗いのしすぎとさアルコールスプレーとかジャイアントサンスのスプレーのしすぎでさ俺もってガッサガサで痛いんだけど、そんなことないですかね。でも仕方ないよね。やっこさんありがとうございます。でステイホームトゥナイトレイラハサウェイかっこいいね。やっこさんねありがとうございました。やっこさんもう一つぐらいメール来なかったかな。で俺読んで、ああそう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 、これ読んだわ、これも読んだよ。というわけでやっこさんありがとうございました。ラジオネームのんだくれありがとう、ラジオネームうさくまありがとう、そして、ラジオネーム長野ドットノムいつもありがとう、皆様のメールのおかげでこの番組は成り立っておりますね。だからリクエスト特集もできるわけで本当ありがたい限り。そして、ツイッターを回してくれた皆様 YU AKA ダークネスありがとうございます。チャカチャカちゃんありがとうございます。静岡のけんさんありがとうございます。しべちゃんありがとう。あ、しべちゃんちゃんと読んで読んで、雑食ピエロさんありがとうございます。トカホスダディダディコジマありがとうございます。奄美の黒うさぎいつもありがとう。あ、奄美の黒うさぎそう欠席連絡だったんだね。でもありがとう、こうやって教えてもらえると嬉しいでございます。でいいねをねしてくれてる人たちもいるんですけれども、あ聞いてくれてんだなっていうのがね人間にこれで分かったりするので、それはそれで嬉しいなと思います。あ、ラジオネーム VM さんありがとうね。あ、そうだよな、俺に直接くれた人うさくまさんもねありがとうね。これで多分全部かな。あ、アロモモさんねありがとうございます。そんなわけで本日お届けしました今月リクエスト第2回目なんですが、5月は最終週、5月4週だよね。ね、確か4週だと思うので、カレンダーの上に見にくいカレンダーがあったんだよ、あれ。わかんないよ。というわけで、なんとかしときなさいよ、あなた。両方あっていいんだから、見やすくしといてちょうだい。ね。というわけでお届けしましたくんごぼんご、来月から新学期5月でございます。新学期じゃないね、新しい月5月でございます。新学期9月からなるとか言ってるけどどうなるんだろうね。うちの息子的には中3の息子がいるので、うちとしてはワールドスタンダードな9月になってくれると嬉しいなと思っておりますが、皆様はいかがお考えでしょうか。コロナの先行き不安ではございますけれども、一応ね支援策、政府の支援策とかも一応あるので当てにはならないけれども、何ヶ月かかってお金がもらえるのか分かんないけれども準備だけはしておきたいなというふうには思っております。くんごもんご、また来週さよなら。